おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。本日は、僕の、もうガキンチョフォルテ、もうピアノ習いたての頃の映像を発見しました。この映像は、おそらく小学生か、もうほぼ幼稚園の卒業間近の年長さんのどっちから辺の時です。この、昔の僕のピアノの、なんかまだ慣れてない感じのね、様子の映像が発見できましたので、皆様に共有していこうと思います。そして、突っ込んでいきたいなと思います。それでは、早速、見ていきましょう！レッツゴー！僕、こんな顔してたんですか？やべえな。めっちゃ声枯れてますね。間違えた。遅くなるな、急に。拍手もらってドヤ顔。ドヤ顔。皆さん小指注目してください。チョップです。ダメですね。なんでその和音の音はガチャーンってなってる。必死ですね。でもやっぱりいいよ。チョップやめてね。口開いてきた。ポカーンするな。あーってなってる。終わり方。めちゃくちゃ笑顔じゃないですか。ドヤ顔フォルテ。はい、というわけでね、こちらが僕の幼少期の演奏でした。皆さんのピアノ習ってた初期と僕比べてみてどうですか？まああんま変わらないかなと思います。僕はね、別にそんなめちゃくちゃ上手だったわけではございません。昔はツッコミのないバージョンが聞きたい方はこのおしゃべりの後にもう演奏動画だけをそのままで続けて流そうと思いますので、それで楽しんでみてください。というわけで皆さん、ここまで見てくれてありがとうございます。口ポカーンのフォルテでしたが、今も変わりがありませんでした。今も僕は演奏中口が開いてしまうので必死に口をってやろうとしてます。もうすごい気持ちはこの時からね同じでした。はい、というわけでね、ここまで見てくれてありがとうございます。たくさんのね秘密の映像が出てきましたので、またね少しずつ公開していこうと思いますよ。それではここまで見てくれてありがとうございます。バイバイ。マッチョ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